はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーガイム変身ベルトバージョン20スデラックス戦国ドライバーです。はい、ジオ関連で始まった変身ベルトの再販シリーズのバージョン20スから仮面ライダーガイムの戦国ドライバー来ましたよ。これまでの20スバージョンと同じでライダーがドンと映ってて、外箱自体が当時版と大きく変化しておりますが、ガイムといえば僕が本格的にレビュー動画を出し始めた最初の仮面ライダーですから、僕的にも非常に思い入れがあるんですよね。一度再販もされてますから、厳密に言えば2度目の再販なんですが、今回は残念ながら1号ライダー変身用でバロン関連のフェイスプレートとかバナナロックシートとかは付属なしで、あくまでガイムに変身できますよと、そういう形に仕上がってますね。なのでフェイスプレートもロックシートも1種類のみが付属ですね。なんですけど、割とガイム関連って過去玩具が手に入れやすかったりするので、いろいろと遊びたい場合は昔発売したデラックスアイテムを今入手すると、そういう方法で20スバージョンを楽しんでいただければと。では当時版と比較しながらレビューしましょう。ほんと久しぶりの戦国ドライバー開封。ディエンドとかも出るし、20版まだ継続されてるんですよね。お、段ボールじゃなくて、プラスチックに入ってる。再販とはいえ、なんか色々新しいな。はい、中身はこうで、戦国ドライバー本体とフェイスプレート、オレンジロックシード、ベルト止め、サイドベルトが左右2つ分と、カッティングブレード。なんかこういう貼り方も、コスト削減の流れを感じるな。で、カッティングブレードをここにガッチャン、あれ、してあげて、相変わらずのこの感触の良さ。で、フェイスプレートはちゃんと認識ピンがあるから、付属はガイムのやつ一種類とはいえ、他のサウンドにも対応してますね。で、電源オンオフで、電池は別売りと。ベルト止めとか、サイドベルトなんかも、これまで同様に微妙にこれクリアになってて、シルバー塗装入ってるし、サイドベルトのカラーがちょっと、今見ると、01のような。で、オレンジロックシードは最初から電池入ってますね。これも、会場の気持ちよさよ。で、オレンジの断面と、大大丸。これが、当時発売したやつと比べると、あ、でもまあ変わんないな。これ完全当時版なんだけど、メタリックの粒子具合とかが厳密に言えば違うんだけど、これは確かね、再販版でもそういう違いがあった気がする。サウンドの音量は？電池残量の違いがちょっと今回の方が大きいけど変わんないね。今回のやつと当時。うん。なんか音が高音になったり低音になったりそういうこともなくって完全同じだ。ガイアメモリーみたいな個体差もなさそうね。では電池も入れましたので電源オン。はい、安定感。ピコ、戦国ドライバー。音量も大きめで、音質もいいですね。で、LR の文字に合わせて、まあ、この辺ももう、説明不要感はありますが、ベルト止めを通せば、すぐ完成で、はい、これで20版の戦国ドライバー出来上がりました。当時版、僕がレビューして遊びまくったやつと比べると、変更点はないっすね。フェイスプレートに関してもこっちが今回の20版ね。特に色味の変化なんかもありませんし、ベースのクリア具合なんかも全然同じだ。厳密に言うと、ここのシルバーのラインの仕上がり。まあ、一緒か。一緒だな。サイドベルトもクリア具合変わりませんし、上が当時版ね。イエローの質感が光沢がアップしてて、良くなってる。前のやつは、
前のやつはちょっと艶消しっぽかったんだけど、でも、これも経年かな？経年で違いなのかな？ベルト止めに関しても同じですね。ちょっと上のやつが傷ついてるぐらいで。経年かな？この質感。質感の違いはイエロー部分の。なんかこっちの方が、20th版の方がスベスベしてる。で、カッティングブレードの感触は、20th版と当時版。うん。変わらないね。カッティングブレードの、ここのメタリックカラーの色の差なんかもありませんね。20th版はフェイスプレート外部のやつしかつきませんが、これがバロンのやつ、当時のやつをはめると、もうちゃんとカモンで、これで西洋対響に変わりますね。ってことは、はい、脱着音も鳴るし、龍弦セットすると、はい、中華サウンド。そして、ドリアンで、うん、ギターサウンドになりますから、当時のフェイスプレート持ってれば、20th 版でも、様々な体験変化、体験することができますね。これもどういう仕組みかっていうと、ここにピンがあって、ギターだと両方にピンがあるから、ここが両方とも押される感じで、外部の和風だと、ピンがここにないから両方とも押されないデフォルトの状態で、バロンとかだと下側のピンが押されるようになってて、龍弦中華機だと上のピンが押されるような形になってますね。なので基本的には当時と本当に同一アイテムって感じ。先ほどもちらっと見ましたが、ロックシードに関しては当時版と今回の 20th 版でシルバーの仕上がり方が違うので、粒子がね、当時版は結構多いんですよ。これは他のバナナとかでも同じような感じって言おうと思ったけど、こっちのバナナとかはむしろ 20th 版に近いのか。ああ、でもこの辺もちょっと個体差になるのかな。そう思うと、ま、基本的には、当時版と変わらないロックシードが、20th 版と当時版ね、今回入ってると。はい、ぐるりと見回すとこうで、特にパーツの色の変化なんかもありませんね。で、20th 版の電源オン。イオーと当時版。音量、音質ともに変化なしかな。仮面ライダーアイテムでこのサウンドすごいですよね。うん。音程も変化なし。本当に何ら変わらない当時版のアイテムが今手に入るっていう認識でいいと思います。あとは裏側にボタンがありますので、ここを押すことで、バトルスタート。You win.ランクアップ。You win の部分が You lose もありますね。ここがランダムで変わると。ロックシードのバネのこのいい感じの強さも変わらないな。では 20th バージョンの戦国ドライバーで変身遊び行きましょう。変身！はい、これで仮面ライダーガイムオレンジアームズに変身完了。相変わらずのこの手順の楽しさ。ロック会場からセットして、ロックして、カッティングブレードでフルーツカット。今もう完全慣れちゃってますけど、フルーツと鎧武者モチーフってかなりユニークですよね。そして変身状態からカッティングブレードを倒す回数で3種類の必殺がなります。まずは1種類目。オレンジスカーシュ、2種類目。オレンジオーレ、3種類目。
オレンジスパーキング。この3種類が発動で3回以上切っても、オレンジスパーキングで認識しますね。これで変身解除。はい、これが一通りの連動サウンド、変身をもう一回聞きましょう。このホラガイの待機音がフェイスプレートによって変わりますね。で、本来はバロンのフェイスプレートがついてましたから、もともとはそれを刺すとカモーンでサウンドが変わって、あ、そうか。奥側じゃなくて上に押すんですよね。キャラごとに解除方法がちょっと違うのがいいっすよね。はい、フェイスプレートが変わったことで、西洋退治サウンド、これはベルト側からなっております。はい、このように6シードが変われば必殺音も変わりますね。で、他の中華系もなるかどうかやってみましょう。変身。はい、ベルト側からの待機音、中華風に変わりましたね。ニューホーははは。ハハハ。はい、バッチリ中華サウンド、ベルト側に収録されておりますし、ドリアンも行きましょう。この音がいいんだよな。そしてドリアンの起動音のかっこよさ。変身。違う、変身だ。あ、なんか鳴っちゃった。ドリアン。両手をバーッと上に上げたくなるよね。ライダーごとにさ、変身ポーズのアレンジの仕方が全然違うから、それがいいんだよな、アーマードライダー。ドリアンアームズミスターデンジャラス。いやー、遊べる。ってことで、フェイスプレートを変えての待機オンチェンジ、バッチリ 20th 版も搭載されておりますし、じゃあさらに、要は当時のゲネシスドライバーがあれば、ゲネシスコアの部分を外して、これをここにはめて、ジンバーレモンもいけますよね。三木慎一郎さんボイスがいい。
耐久音は和風のままです。同時展開がいいのよ。これさ、ガチャガチャガチャっとはめるアクションも、やっぱ楽しいんすよね。ちょっともう一回やっていいですか。で、ジンバーレモンに変身完了と。これが初期パワーアップでしょ？でも、ごと外しちゃって、フェイスプレート戻して、もう一通り行こう。勝ち時。これのメロンが出るのを信じてる。あ、もうちょっと待って、電池が、あ、大丈夫か。あ、切るっぽい。はい、勝ち時アームズ、いざ出陣から、フルーツバスケットですよ。極みね。これは専用の脱着パーツがありますから、はめ込んで、そしてキーを刺すようにセット。で、変身。はい、タイミングバッチリなやつ。大将軍で、ここに、極みと、勝ち時が両方いますね。そして、フルーツの断面がダダダダダとね、歴代全部あると。これが外務の最終フォーム状態ですよ。まあ、厳密に言えば、こっからホルダーを両方にはめて、さらに、6つの6シードを引っ掛けることで完全版が出来上がるわけですけども、それはね、もう当時動画でやってますので、当時の動画をぜひご覧ください。カッティングブレードじゃなくって、今度は倒すことで、さまざまなサウンドを楽しむことができます。武器召喚がね、すごいですよね。で、カッティングすると。こっちはこっちで必殺サウンドが鳴りますね。ということで、当時のアイテムを持ってれば、まあ、本当に当時版がまんま今回発売したって感じで、しっかりどのアイテムとも連動しますから、勝ち時とか極みとかジンバーとか、一通り変身遊び楽しむことができますね。でもこのタイミングで、戦国ドライバーが 20th 版出たってことは、勝ち時メロン、やっぱ来るんじゃないかな。ということで、一通り当時版と比較しながら今回の 20th 版いろいろとレビューしましたが、特に音量とか箱の変化とかそういうところも変わってませんでしたから、まんま当時の戦国ドライバーがこの2020年にもう一回発売してくれたと、そんな感じですね。ただ外務の放送終了後からだいぶ時間も経ってますから、この令和の世にもう一度ピカピカの新品の戦国ドライバーが入手可能になってるっていうのはかなりいいと思います。割と数もあって、僕が置いたお店も争奪戦って感じではありませんでしたからね。あとは拡張性がね、もともとかなりあるベルトですから、
中古ショップとかで、まあ、新品じゃなくても状態がいいロックシードをバンバン買えばより遊べるアイテムになりますので、他のロックシード持ってない人は探してみましょう。ただ本当このタイミングで戦国ドライバーに発売されたことに意味があるんじゃないかなって感じで、新作アイテム待っております。メモリアルバージョンとかでもね、全然いいですよね。以上、仮面ライダーガイム変身ベルトバージョン20デラックス戦国ドライバーの紹介でした。